こんにちは、ポーリーです。今日ね、サブチャンネルゆるく撮っていきたいと思うんですけども、今日はね、ちょっとガジェット紹介というか、僕が使ってる旅行の機材、それを紹介していきたいと思っておりまして、今日はですね、このゴリラポッド 3K プロリグっていうのをね、ちょっと紹介させていただきたいと思います。この一眼レフ結構重いじゃないですか。これを支えられる、三脚が欲しいなと思ってて、今はこういうね、ウランジさんの三脚使ってるんですけど、ご飯食べる時とかって不安定な場所だったりとか、そういうところが多いんで、そういうところでもなんかこう使いやすいものないかなと思った時に、このゴリラポットいいなと思って、これが、実際商品なんですけど、ゴリラポットって何なのかというと、こういうね、いろんな形にこうできるみたいな、めっちゃ低い、ね、こう高さにもできるし、例えばこういうところに木にね、くぐりつけてこう取りたいというとかね、こうそういった時に使 う, こう三脚としてめっちゃ便利だなと思ってて、でこのジョビーっていうね、メーカー の, そのゴリラポット、ゴリラポットというか、ゴリラポットっていうこの名前自体がジョビーさんのものなんですよ。これ知らなかったんですよ、ね、でジョビーって何なのかというと、マウントモットっていうね、こうカメラやってる人だったら結構三脚のメーカーで有名だと思うんですけど、そのメーカーの別ブランドだったりですかね、がこのジョビーになっておりまして、まあ、ジョビーはこういうゴリラポットだったりとか、結構こう三脚系とかライトとかマイクとか、結構その撮影に便利なグッズを出してるということで、今回ですね、提供いただきました。ちょっとね、僕の知り合いですね、ジョビーさんとつながってる方もおりまして、僕はちょっとこれ気になってるみたいな話をしたら、ぜひ使ってくださいということで、ご提供いただきました。ありがとうございます。で、ちょっとね、詳細にレビューしていきたいと思うんですけど、すごいいいところが、ここのね、カメラをつける部分がこのアルカスイスシューっていうんですかね、カメラをね、詳しい人だったらもうほとんどの人が使ってるんじゃないかなと思うんですけど、例えばこの三脚をつけて、その後にこの三脚をつけて、ジンバルですよ、ジンバルをまたこうつけるとなったら、毎回毎回そのなんかネジとか締めるの大変じゃないですか。なので、全部共通のものがあればいいということで、この今、このカメラのところにつけてるんですけど、これアルカスイスに対応してるシューなんですけど、それでこう、簡単につけることができるんですよ。こうやって、ね、もうこれでつきました。これネジと締めるだけです。これでもうつきました。で、また別のところつけた時もこれを外して、またこっちに同じような感じで、カチッとこうつけることができる。めちゃくちゃ早いじゃないですか。やっぱこう、旅行系 YouTuber でね、頻繁にこう機材を変えたりとかね、しますし、まあ例えばですけど、僕サブ機でね、このちっちゃいカメラを使ってます。で、このちっちゃいカメラにも、このアルカスイスつけてるんで、もうすぐこっちにもこう乗せ替えることができるんですよ。これ便利じゃないですか。すぐ対応できるんで。やっぱね、こう、もたもたしてると、こう、時間いくらあってもね、足りなくなっちゃうんで、これがまず一つ便利なところです。それと、やっぱこの一眼レフですよ、結構重たいサイズを支えることができるゴリラポット、これがすごい。このゴリラポットってよくこう普通の家電量販店とかで売られてるやつって、もっとちっちゃくて細いやつなんですよ。でそれはそれで便利なんですけど、やっぱスマホだったりとか、まあ、こう GoPro だったりとかね、まあ、そういったものはいけると思うんですよ。僕が使ってるサブ機とかだったらいけると思うんですけど、この一眼レフをやっぱ支えるのって、まあ、それなりにやっぱ大きいサイズじゃないとダメなんですけど、これいけます、いけちゃいますね。これでもう大きな木とかにねぶら下げたりとかすれば、こんな角度が取れたりしますし、もう普通にこれを持って自撮りとして撮れますね。これ空中無理ですみたいな感じで撮ることもできるし、普通にこうこれで旅行したりとかねできますし、ああご飯食べるシーンになったらこれでちょっとこう置いて、で角度もちょっとこうしたいなだったらこうもできるし、ここにもちゃんとこうやってね360度言い過ぎか、まあ、こういうような角度変えられたら、それ縦も取れますね。縦にもできるから、縦でこう固定しても、ね、ちょっと今不安定ですけど、もうちょっとこう安定させることもこうできますね、うん、こういう縦撮りもできちゃうみたいな。なので最近流行るね、ショート動画とか撮るときとかも使えるということです。めっちゃ便利です。そしてこれだけでは終わりません。まだすごいところがあって、これ一旦ちょっと外しますけど、一旦これ外しますね。何が出てくるのと、ね、もうここ答え見えてますけど、ほとんど答え見えてるんですけど、実際に試しましょうって、まあ、これがね、そんなに取り外すことはないんで、まあ、結構こうネジでこう外されてるんですけど、こういう
パーツがあるんです。これを一つはめ込みまして、で、もう一回これをつけると。そうするとどうなるかというと、まだ出てきました。これをつけることができるんですよ。こうやってつけることができるんですよ。まさにゴリラポット、これ足だと手ができるんです。手がすげーみたいなね。そしてこれで一番レフトも普通につけることができると、はめ込んできました。ここにこれまたジョビーさんの商品なんですけど、これビーモっていう、まあ、これ何でもいいんですよ。何でもこう合うやつはつけれるし、ライトとスマホやれば縦動画も同時に撮ることができるし、このライト素晴らしいですよ。これもバッテリー式になってて、こうライト照らすことができるんです。結構明るいです。しかもこれ防水です。なので海に潜った時とか、こうゴーグルとね、こうつけてあげれば明るくできると。もうこれもめっちゃいいと思います。で、明るさもこう何段階かこう、ね、できたりとかしまして、めっちゃ便利なんですけど、それをここにね、こうつけちゃえるということですね。こんな感じでつけちゃうことができる。そしたらこうライトを自分の方に照らしながらこう撮ることもできて、まあ、角度とかも自分でいろいろ変えれると。でもうちょっとこう下から煽る感じがいいなとかね、いうのも、まあ、できるということですね。こういう感じでした。下から煽る感じでこう撮ることで、ライトももうちょっとこう角度変えたいなと。だったらこのやっぱグネグネしたね、まあ、ゴリラポットと同じやつなんで照らせると。そしてこれですね、これはマンフロットのやつですけど、まあ、これを普通にここにつけてあげれば、つけてこういう感じにして、スマホをカチッと取ってこうしたら、なんと横のね動画撮りながら縦の動画も撮れるんですよ。一石二鳥じゃないですか。一個の撮影でこうやってね、縦動画も撮りながら見て、もうこんなんもさ、もうなんかモンスターを操ってる人みたいですけど、こうやってね、いうことです。こんな感じでどうですかみたいな感じでインタビューで、緊張するからなんですけど、もうこんなすごいことができちゃうと。これはね、本当に旅行系 YouTube したいとか、旅行をね、なんかもっと臨場感ある感じでちょっと趣味でも撮りたいみたいな人にとってはめっちゃいいと思いますね。ぜひご検討いただければと思います。いや、実際僕も使ってみて非常に便利ですよ。やっぱりね、こんな綺麗なね机の上だったらこういう三脚で全然十分なんですけど、やっぱりね、めっちゃ狭いところとか、わかんないですけど、ここに例えばなんか物が置いてあるみたいなね、場所とかでもうその三脚ちょっと置けるスペースないみたいなこと結構あるんですよ。そしたらもうこうやってここの上にね、こうやってこっち側はこう安定させれば全然これで取ることができますね。スペースを有効利用する。だからこの後ろがない時もこう折り曲げればいけますし、まあ、あと外とかでなんかもう岩場しかないみたいな。でもこれ岩場とかだったらもう立たないじゃないですか。例えばこんなパソコンの上とかね、立てようと思ってもやっぱなかなか立ちにくい。それは、まあ、これだったらちゃんとこれで調整して、うまくバランス取れるようにこういうふうに調整すれば普通に立つと、うん、このやっぱ機動性はめっちゃいいっすよ。これはすごいアイデアだと思います。まあ、自由度が増しますね。でこれ使って今後は旅 YouTube 撮っていこうと思いますね。ご期待ください。で、これ実は2回目撮影ですけど、1回外で撮ってたんですけど、セミの声がうるさすぎて、ね、今スタジオで撮らせていただいておりますけど、でこれ以上ちょっと回すだけで、すぐにこう、つくんですよ、まあ、そういうね、動画も作れるし、ちょっと待ってください。ちょっとうるさいなと、うるさすぎです。ほら、ゴリラポットぜひご検討ください。腕に巻きつけたりとかもしてますけどね、まあ、そんな使い方もできる。まあ、だからいろんなものに巻きつけられることができるっていうのはめっちゃいいと思います。そしてこのライトで、ライトもおすすめです。 USB-C で充電することができるようですね。はい、というわけで機材紹介です。で、このなんかジョビーさんね、セールをね2023年8月中やってるみたいなので、チェックしていただければと思います。というわけで